サルディーニャ島のモンテプラマで発掘された高さ2メートル半の彫像がある。紀元前1800年から204年の間、サルディーニャ島に存在したヌラーゲ文明の産物だと言われている。勢力を増すローマ帝国に土地を奪われ、文書のような形での記録はほとんど残っておらず、唯一残っているのが巨大な遺跡と石像である。1974年に島の西部で発見されたが、不思議なのはその円盤のような目の形。近くに古墳が見つかり、死者を見守る役目として作られたのではないかと言われている。メキシコシティにあるこの彫刻はハーモニカを吹くネズミのように見えるが、アステカの雨の神を模して作られた。迷信が消えつつある現在でもトラロックと呼ばれるこの像に超能力があると信じる者は少なくない。メキシコシティに初めて運ばれると、すぐに季節外れの巨大な暴風雨が発生し、一週間も街を浸し続けたという。19世紀後半、トウモロコシ畑の雨乞いのために作られたようだが、かつてアステカ人は子供を生贄としてトラロックに捧げていたが、さすがに今は行う人はいない。とはいえ、1963年にメキシコシティに運ばれた時の嵐は、それまでの嵐とは比較にならないものであったようだ。中国にある世界最大の洞窟である論幽石窟を調べた結果、分かったことは約2200年前のもので、ここは1992年地元の村人が池の水を抜いたことで発見されたが、壁には大量の文字が書かれているが誰も翻訳できず、この地域のどの時代の言語とも違っているという。彫刻の精度も高く、のみを使った形跡を示すが、そうだとしても1000人以上が数十年間掘り続けなければ不可能だという。どうして歴史的な記録も残さず、これほど大規模なものが作られたのであろうか。今のところは壁の文様でも読み解かない限り、真相は解明されないようである。ネットでは人間以外にも巨人もまた地上に存在していたと主張するサイトがたくさんある。もちろんそれを裏付ける証拠は見つかってはいないが、人の手では扱えないミノアの巨大斧のような太古の武器が確かに存在する。紀元前1700年と1300年の間に作られたようで、装飾が施されかなり精巧なものもある。儀式や礼祭に使用されたようだが、人の手では持ち上げることさえ困難であったろう。また今のところ斧を崇拝していた文化は確認されていない。本物の巨人の斧であろうか。ギザの大ピラミッドとその周辺の構造物にはまだ解明されていないことが多々ある。2018年にはピラミッド南にある洞窟で24個の頑強な花崗岩の箱が見つかった。それぞれ100トンを超える重さだ。だが古代エジプト人はどうやって数ミリのズレもなく、これほど完璧に対照的な箱を作れたのであろうか。あいにく、この側面に描かれた象形文字は、あまりその手がかりにならないようで、古代の落書きのようなもので
箱の完成から後に加えられた可能性があるという。この場所はサッカラのセラペウム礼拝堂として知られており、ラムセス2世の時代の約3300年前に建てられたと推定される。箱は未だに機密性が保たれており、古代エジプト人が崇拝していたアピスの牛のミイラが入っているのではないかと言われている。サハラ砂漠を旅する予定の人は、ニジェールにあるアイル山地に行ってみるとよい。人を寄せ付けない不毛の地であるが、何もないわけではなく、動物を描いた世界最大のペトログリフが存在する。ダボスのキリンと呼ばれる有名な二頭の絵があり、大きい方は5メートル以上ある。また、キリンだけではなく、砂漠にはライオンやラクダ、水牛やダチョウなど、800以上の動物が描かれている。だがなぜかキリンの口の下から、人間の絵に向かって一本の線が引かれているのだ。もしや、リードであろうか。もしそうなら、馬同様、太古の人間は、キリンも家畜にしていたのであろうか。次に紹介するのは、欧州でよく見られる現象で、欧州では、紀元前700年から300年の間に、石壁の砦がよく丘の上に築かれたが、不思議なのはなぜか壁の一部がガラスと融合しているのだ。またガラスの中に気泡が見られ、つまりかつて岩は信じられないほどの高温にさらされたことを示している。これは自然に発生したのか、人間の手で行われたのか、まだ科学者の間でも意見が割れている。専門家はこの現象をガラス化した砦と呼んでいるが、一番よく目にするのはスコットランドである。1777年、研究者によって初めて確認されたが、それから250年経っても、このような極度の高温がどのようにして発生したのか、未だに解明されていない。意図的に岩を熱してガラス化することなど、当時の人たちに可能であったのだろうか。実は、コウモリ男はバットマンが最初ではない。この DC コミックスのヒーローが誕生する前に、夜と死を象徴するマヤの邪神、カマソッソがいた。巨大なコウモリの姿で大きな牙と鍵爪を持ち、鋭いナイフのような鼻をしており、いくつか心臓が発掘されている。もしかしたらバットマンはカマソッソがモデルであったかもしれない。この胸像はメキシコの芸術家クリスチャン・パチェコがカマソッソをベースに制作したもの。2014年、バットマン生誕75周年のために作られた作品である。セン・コロンブス期のメキシコには、未だにわからないことがたくさんある。中でも、メソアメリカのインディアンが、黒曜石から非常に複雑なものを作っている。火山ガラスの一種である黒曜石を使って、彫刻を作るのは現代であってもかなり難しい。だが遠いメキシコの祖先はこの壊れやすい石を苦もなく扱っていたようだ。猿のような彫刻だけでなく、この CD に似たものを何の目的で作ったのであろうか。電動工具や旋盤を使わずに脆い素材でこのようなものを作る技術が存在したのであろうか。古代メキシコの黒曜石アートは未だに
全くの謎である。アルタイ山脈の奥深くに、実は出入り口ではないかもしれないゲートがある。大抵の地質学者はこれは入り口に見えるが自然に形成されたものだと述べているが、自然とは思えない角の形や輪郭は何者かが意図して作ったに違いないと信じる者も多く、よって様々な噂や伝承がある。言い伝えでは地下世界を支配する小人が存在し、この入り口は地下とこの世界をつなぐ通路として使い、夜に人間の魂を収穫しにやってきて、夜明け前に王国に連れ去るのだという。突飛な話とはいえ、もしかしたら異世界への扉かもしれない。